今年も1年よろしくお願いします。本当に頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。参りましょう。改めまして自己紹介しましょう。はい、僕の名前が高倉涼で二十歳です。嘘つけよお前。よろしくお願いします。40だろ、ダブルスコアだろ。そして相方久保高政、ファンタジーです。ファンタジーではない、実物だからね、俺いるから実際。よろしくお願いします。まあ今日確かに成人の日ね。そうですね、そうだったんですけど、まあいろんな方成人されてまして、まあ芸能人の方もされてましてね、去年のあの朝ドラおかえりモネの主役だった人も成人だったんですね。そうそうそう、あの清原和博さん、野球選手ね。それは清原果耶さんって方ね。1年間の断酒を経て、でそれで家族とご飯食べに行ったら息子たちからおめでとうって言ってくる。和博だろそれ。だからよ、清原果耶さんっていうね。あ、はいはい、もう僕は見てましたよ、あのおかえりモネっていうね。どんなイントネーションなんだ、うん、見てましたから、ね、おかえりモネな、うん、おかえりモネだと、うん、おせちもいいけどカレーモネの言い方なんだお前。あとなにわ男子っていうね、うん、はいはい、アイドルグループの大西流星君ってこともね、成人しまして、ね、で成人してなにわ男性にね、グループ名が変わる。いや、グループ名変わらねえよお前、らしいんすよね。ジャニーズ見てみろ、うん、お前少年隊中年隊になってねえだろお前。キンキキッズがキンキアダルトになってないだろ。すいません本当に。あとはね、あの加藤清志郎くんもね、あ、子供店長ですよ。そう、あれ、あの子供店長がもう成人してんですよ、ね、だからね、まあ出世してね、子供店長から子供エリアマネージャーになったんですよ、ね、なんで役職変えたんだよお前、うん、子供じゃなくなってんだよお前、うん、役職出世してくるって島工作だろそれは。すいませんねこいつ、それやめろお前。すみません、俺が悪いみたいになるだろ。お前のせいなんだよ。お前がややこしいこと言うから俺がやりやすいようにしてんだからよ。でもね、滑ったで言うと雪降りましたよね。俺滑ってねえよ、うん、大雪すごいよね都内な、うん、都内ね、まあ都内に久しぶりにね、大雪降って結構大変なことになってましたよ、うん、そうそうそう、結構ね、あのこけたっていうね話を聞きましたよ。慣れてないから滑ったりこけたりするんですよ、うん、あの紅白歌合戦のね、今回のテーマカラフルっていうやつがね、あのこけてたらしい。何の話だよお前、うん、こけてないよ。なんか多様性とか言ってね、多様性カラフルにしたんだけど、そうそう、結局はね、赤かったか白かったかってね、決めるんかいっすね、まあ、視聴者がね、ずっこけてたっていう、ね、いやずっこけてね、そこで、うん、そういうことですよ。いや、うん、そんなことはよかった、いい紅白でした、うん、でもカラフルって決めるんだったら紅白歌合戦っていうタイトルにちょっと無理をしようって。まあ確かにね、いろんな赤と白しかないわけだから、うん、そこにはな。だからもうタイトル変えた方がいいんじゃないですかね。タイトル、うん、ギネスに挑戦、三山ひろしのけん玉ショー。主役誰なんだよお前、うん、それにした方がいいだろ。歌どこ行った、歌まずよ、うん、結局あれメインだろ。いやメインじゃない、ハラハラドキドキしながらずっと見てんだから。私もやってたよギネス。歌なんていらないんだから。いや、いらなくねえよ。三山ひろしの歌聞いてるやつ誰もいない。そんなことねえ、うん、失礼すぎるだろ。歌の方がワイプになってんだから。いや違う違う、あれあれが必要なの。大磯ロングビーチのな、アイドルが歌ってるのがワイプ、うん、いいんだよそんな話。毎年 NHK の大晦日はけん玉ショーでね、特番で4時間、ね、4時間どう見せんだあれ、もう人数増やせばいいだろ。意味ねえだろ。ギネスどんどんなるだろお前、人数増やせばね。途中から見てらんなくなる、失敗したやつとか。あとはね、あの日テレのね、笑ってはいけないの代わりに、はいはいはい、うん、笑う大晦日ってやつ、ね、笑う大晦日ね、あれ盛大にこけてましたね。こけてねえよ、うん、どこがこけてんだおめえ。めちゃくちゃ面白かった俺。いや、なんかひがんでるわけじゃないですよ、うん、僕はね、出てないから言うわけじゃないんですけど、年末年始のネタ番組つまんなかったよね。ひがんでるだろお前よ、うん、出てないから言うわけじゃないですよ。いや違う、やっぱそんなな、うん、辛辣な意見ねえんだ。いや、フラットに見てですよ、一視聴者として見たら、はい、もう大体同じメンバーばっかり出てて面白くないじゃないですか。年末でそういうものは今年1年の総括だからな、うん、いや、ひがんでるわけじゃないんですけど、うん、もうちょっとくすぶってるね、芸歴20年目ぐらいの時事漫才やってる人たちとか出した方がいい。くすぶってるじゃねえよおめえよ、うん、悲願でんだよお前はよ、うん、あの番組は良かったですよ。なんだよ、あの1月1日の BS 富士のお笑い成人式、うん、唯一出してくれたやつだよそれよ。あれは面白かった。お前自分のこと可愛がりすぎだろお前。あれは面白かった、ね、いや斬新じゃないよ。斬新芸歴20年超えたやつがネタやってるだけなんだから、うん、よく番組が成立した。いや成立したは違う、うん、それは違う、うん、褒め言葉ではないんだそれはよ、よかったですけどね。そういうもんなのよ年末年始っていうのはね、うん、まあね、そういった意味も込めて、あの2022年はね、テレビにどんどん三拍子出ていきたいなと思うんですよ。いやもう難しいですよ、いろんな絞っていかなきゃいけない、うんうん、いやもうね、ピンポイントで空いてる椅子を狙っていきますよ。あ、そっちの方がいいらしいよ。うん、新婚さんいらっしゃいの分子師匠の椅子ね、うん、あ、本当の椅子、うん、空いてるじゃん。いや空いてるかもしんないけど、いやお前無理だよ、お前は無理だって、うん、めっちゃ練習してるから今これ。いや無理だ、うん、いくらお前がこけたって選ばれねえだろ、うん、腹筋をこう鍛えてるからあれ、うん、アブトロニックかお前は、うん、違うだろう。いやそれでお前が進行を妨げないように笑いながらそっと椅子を直すっていうね、うん、なんで俺山瀬
真美さんのとこなんだよ、うん、いいだろお前無理だよ山瀬真美さんのとこまず空いてねえんだよ、うん、まずよカッパのコスプレしろよお前、うん、CM でやってたけど、うん、カッパのコスプレから始めろお前なんで俺山瀬真美さんのとこ全部食い尽くそうとしてんのサプライズ出ろ空いてねえんだあの人だから山瀬真美さんのとこだろそれは、うん、でそれかねあのサンデーモーニングの、うん、あの張本さんの椅子、うん、あそこだから本当の椅子狙わなくていいんだよ、うん、三拍子で狙ってきますよあの空いてるんだけど、うん、あそこ上原浩二さんっていう野球選手が座ることになったの、うん、いやいいだろお前がカーッつって言ってね俺が勝つっていう、うん、で横で俺がお前が勝つって言ったらなんかとんかつをイメージしちゃうねお前の役柄何なんだそれ下りができるねえよサンデーモーニングにそんな下りよ、うん、あとは商店の三平師匠のねあの椅子、うん、あそこ狙っていきますよいやもう空いたかもしれないけど宮治さんが座って、うん、桂宮治さん座ってんの、ね、椅子っていうか座布団なんですけどねどうでもいいよお前だけどそこだっての、うん、椅子かどうかよ狙っていきますよでお前は山田君のポジション空いてねえんだ山田君のポジションよ、うん、で座布団食べ出してさで俺がおいお前座布団は座布団で牛肉の方の部位の座布団じゃねえぞつってお前の役からなんだっつってんのお前商店見たことあんのかお前お約束の下りができるからだから誰なんだよお約束の下りも何も無理に決まってんだろそんなじゃあ俺らけん玉練習するしかねえじゃないかよお前なんで三山ひろしのけん玉ショー出ようとしてんだよ、うん、そこしかねえじゃないかお前そねえよそんな番組よ、ね、三山ひろしのけん玉ショーいやじゃあ分かりましたあの流行語大賞取れるようななんかフレーズを作ってブレイクしますわそういうのがあればいいけどあんうんありますよもうずっと言ってるじゃないですかそうすいませんねこいつがいやそれじゃ狙えねえわどうもありがとうございました。